方で一緒にどうぞ。勝利復活、その先へ。どうぞご自身の座席で声を上げずに。ありがとうございます。あれですか、お立ち台は。はい、慣れてます。いや、慣れないです苦手ですね。今日なんかあれですか、ネタとか仕込んでないですか。何もないです答えるだけです。いつもらえるんですか。ニボスヒーローインタビューの勝ち投手。やった。僕の嫁それが欲しいですか。やった。持って喋ります。あ、持って喋ります。取って、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 2個持つ。まあ前回、まあ、自分の中でも、まあ、そこそこいいピッチングができたので、まあ、今日が大事だっていうところは あったので、何としてもいいピッチングして、勝つぞという強い気持ちで、マウンド上がりました。大野さんも、すごくいいピッチングをされていて、まあ、自分もいいイメージを持って今日の試合に、入れたので、そういうところでも、まあ、大野さんは、すごいなと、すごい存在だなっていうふうに思います。前半というかこの1ヶ月の前半は、まあ、すごくチームに迷惑をかけてしまったので、まあ、ここ2試合は、まあ、少しはチームのために、投球できているかなと思うので、ここから、どんどんまた1勝ずつ積み重ねていきたいなと思ってます。目標は大きくと言いますが、あまり先を見すぎて、良くない方向に行くこともあると思うので、まずは1勝ずつっていうところを、次の試合、次の試合というふうに、勝てるようにやっていきたいと思います。 YouTube 公式チャンネルを見ているファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、次もというか、次は7回しっかり投げ切れるように、まあ、9回完投したいですけど、勝てるように頑張るので応援よろしくお願いします。ファンの皆さんは心の中でせーの、ドラゴン。